あの方公園は、新潟県新潟市中央区にある県立の都市公園である。女池地区、金木地区、スポーツ公園の3つのエリアで構成されている。各エリアは独立しており、アクセス方法も管理棟も別々である。鳥屋の方の南西部に位置する、園地面積14.4ヘクタールの地区。園地東側は、スポーツ公園の北地区の園地と接しており、 人保等による勧誘も可能である。RKE が指定管理者として運営管理を行っている。トリアの方の北部、他の2エリアの対岸に位置する。新潟県立自然科学館と新潟県立図書館が園内にある。2013年度より株式会社 RKE が指定管理者として運営管理を行っている。鳥屋の方の南部中央一帯に位置し、 新潟スタジアムなどが所在する北地区と県立の球場などが所在する南地区の2地区からなる。北地区の園地は西側の金木地区の園地と接しており、徒歩等による勧誘も可能である。株式会社アルビレックス新潟、公益財団法人新潟県都市緑花センターが指定管理者として運営管理を行っている。新潟県都市公園条例。 ABC 指定管理者制度についてありがとうございます。